はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらですね、仕事の魔法という本をご紹介したいなと思います。僕の場合はですね、その本を読むというよりはこちらのですね、オーディオブックで、まあ、何かね、作業しながらでもこう本を読めるということでオーディオブックをおすすめしています。で、この仕事の魔法なんですけれども、このね、あの仕事の魔法の前作、営業の魔法という本があるんですけれども、この仕事の魔法を読む前にまずこの前作の営業の魔法の方を、聞いていただくことをお勧めします。で、やっぱりね、本を読むのもいいんですけれども、僕の場合はですね、そのオーディブルで、そのオーディオブックの方でこう聞き流しながら、何かこう作業しながらでもその本の内容がどんどんね入ってくるので、そちらをぜひね、お試しいただければなと思います。今でしたらAmazonの方でそのオーディオブック、まあオーディブルなんですけれども、そちらの方をですね、無料体験で登録していただけると、一冊無料でですね、その最初の一冊だけなんですけど、まあもらうことができるので、ぜひそちらの方を登録していただいて、まあこの今日ご紹介するね、仕事の魔法の前作のこの営業の魔法っていうのをまず聞いていただければいいかなと思います。で、この前回紹介した営業の魔法なんですけど、こちらに出ているアイマークの方をクリックしていただければ、僕が前回の紹介している動画見れますので、そちらをご確認ください。あとですね、オーディオブックのそのオーディブルの登録の方は下の概要欄の方からですね、確認していただいて登録していただけると良いと思います。それではこちらの仕事の魔法のご紹介をさせていただきたいと思います。今回の仕事の魔法では、その前作の営業の魔法という本でですね、書かれていますが、ダメダメ営業マンのその小笠原くんが、プロセールスマンの神谷さんから12の営業の極意を伝授されて、で、その伝授されて、セールスマンとしてですね、こうトップセールスマンに上り詰めて、で、転勤、していってしまうんですよね、札幌に。で、その転勤した札幌から帰ってきてからの話が今回になります。で、今回その仕事の魔法では、転勤先から帰ってきたその営業主任となった小笠原くんがですね、会社のその事例で新入社員の水口くんというその青年がですね、部下として配属されて来るという話になってます。で、この部下の水口くんがですね、少し生意気というかですね、本当かなり生意気なんですけれども、その上司の小笠原くんに対するその言葉遣いとか態度がこのめちゃくちゃ悪いんですよね。で、これがですね、その本を読むのとまた違ってですね、オーディブルでその音声としてね、こう聞いていると、本当その場にその生意気な水口くんがいる感覚になって、本当先輩をバカにするその新入社員の水口くんに対して不快な気持ちになりますね。で、例えばですね、そのサンプルがあるんですけど、こんな感じです。小笠原さん、水口が僕を遮ってきた。それもこれ以上ないというほどの軽蔑の眼差しを持って、もっと社会人らしく、というか先輩、いや俺の上司として具体的な指示を出せないんですか？具体的な指示？そうそう、例えば取引先を回るから一緒に来いとか。ああ、なるほど。俺先輩を立てたりとか結構世渡り上手ですから、お客さんの前ではうまく立ち回りますよ。例えばね、今みたいにこんな感じなんですよ。で、結構ね、生意気な感じだと思うんですけど、このその新入社員の水口くんと、まあ
あとその上司であるその小笠原くんがですね、こうまあ水口くんはやっぱ新入社員としてこの社会にね初めてこう出てきた中で、まあ、社会人としてどう成長していくのか本当に基本的な部分もあんまり分かってないですし、まあ、それをどうやって教育していくのかっていう部分と、あとはその上司であるその小笠原くんがですね、まあ初めてその部下を持つことによってどうやってその部下を成長させていくのか、あとはまあ社会人としてのそのマナーであったりとかね、そういったものを伝えていくのかっていう部分と、あとはその本人ですね、小笠原くん自身がその上司としてどうやって成長していくのかっていうのがですね、その完全ドラマスタイルになっているので、ぜひそこをですね、音声の方で聞いていってほしいなと思います。まあその中でですね、いろいろ、まあ、小笠原くん自身がこう部下に対してですね、こう成長させるというよりは、そのいろんな取引先の企業のその社長さんから、まあ水口、まあその新入社員の水口を同行させることによって、まあその取引先の社長さんからいろんなことをこう水口自身もそうですし、小笠原自身もこう学んでいくというようなストーリーになってます。この仕事の魔法なんですけれども、前作同様ですね、その章ごとにノウハウがまとめられています。1、挨拶の魔法。言葉は命より強い。礼儀の基本は挨拶にある。挨拶は常に先手、自分から進んで行うこと。はいという返事の実践。靴を揃えて心を正す。立った時は椅子を引く。椅子を引くとオフィスの心が一つに整う。2、英知の魔法。人の心を組める人間であること。そして誰よりも人の痛みの分かる人間であること。匂いを嗅ぎ分ける力。3、夢を語り合う魔法。部下と夢を語り合う。部下の夢を否定しない。どんな夢であろうとその夢を応援する。4、言葉の魔法。書いたものが平面なら言葉は立体。その人の一生を背負って言葉は発せられる。知っている、できる、分かるまでが学びの段階。分かるとは伝えられること。言い訳は人生で一番の無駄。言葉の4回を忘れない。5、ただ見ている魔法。自分のことを見てくれる人がいるだけで人は安心できる。自分の苦悩を理解してくれる人がいることで人は安心できる。いつも後ろで見守ってくれることが感謝の心になる。6、歴史の魔法。歴史は誇りとなる。仕事は歴史観を持って挑むこと。1000年、2000年続けることを考えてこそ高い志となる。もったいないと効率は全くの別物。先人の英知に働くことへの正しい姿勢があふれている。というような章ごとでまとめられています。全体的にまとめてみますと、返事のその基本とその理由、あと部下にかけてみる勇気の効果で、使ってよい言葉とか、あとは悪い言葉ですね。で、知っていることと分かっていることの違い、辛抱の大切さ、歴史と師匠に学ぶ人生の在り方、働くことの本当の意味とは。この仕事の魔法という本はですね、
忘れかけていたその仕事のあり方であったりとか、あとは生き方を教えてくれる一冊となっておりますので、ぜひですね、その新しくですね後輩を迎えたりとかですね、またその営業とかその仕事の中でちょっと行き詰まっている方などにおすすめしたいと思いますので、ぜひ聞いてみたら良いかと思います。まあ、ご興味ある方はですね、下の概要欄の方にですね、そのオーディブルの無料体験が登録していただくとですね、1冊無料でもらうことができるので、ぜひそちらの方を登録してみると良いかと思います。まあ、そちらの URL をクリックしてオーディブルの方でぜひ登録してみてください。ということで今回はですね、前作その営業の魔法という本がご紹介させていただきましたが、その続編である仕事の魔法という本をご紹介させていただきました。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。